ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。オリサデド、ユスコビアク、カルズリン、スビルチェブツキ、カルバン、クルジノベク、ミカル・ゼブラコフ、ジエリンスキ、ワルドク、クロス、ビエルトウスキ、シュジール、ムアトヤイン、フエンサン、ハーム、パティ・ミューナー、フォーレル、スフォルガ、セダ、ハタン・ヤイン、トゥルキウマス、コミレッティ。オフです。これはピンチ。さあ、ここからどう攻める。決まった、ゴール、エクセレントゴール。見事先制点を獲得しました。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。トゥルキウマス、流れを止めた。オリサデボ、カポスト、スローインです。トゥルキウマス、パティ・ミューナー。さあ、ここからどう攻める。ドリブル、さあ、ここからどう攻める。中へ上げた、カルバン、最終ラインの押し上げが早い。シュジール、スペースを埋めます。コミレッティ、空中戦、ヘッドパス、スペースを埋めないと、折り返す、放り込む。これはゴールキック、狙いすぎたようです。ミカル・ゼブラコフ、フリーにさせてはいけない。ハートストーンを狙った、危なかった。走り込んできた。
ここでカット。パティ・ミューナー。前半30分経過。トゥルキウマス。ここで折り返す。主審ファールを取りました。セダ、この位置からのフリーキックですよ。十分狙う位置ですかね。ゴール、マンシュ直線、素晴らしい。着実に点を重ねます。さあ、もう一度見てみましょう。思い切り曲げてきた。繋がりません。ピッチを優雅に徘徊します。フルジノベ、中へ上げる。クロス、ヘッドでつなぐ。シュート、キーパー真正面。オリサデブ、オフサイドにはならなかった。華麗なドリブル、折り返した。ボレーシュート、しかしこれは決まらず。抜かれた。空中戦。パティ・ミューナー。おっと、足がかかった。キーパーが壁の枚数を指示しています。ゴールマウスに嫌われた。ヘッド、千葉の香りもかぐわしい。ドリブル、必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。スローインです。おっと、ファールを取られました。ワルド、おっと、前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。はい、敵のサイド攻撃を徹底的にケアしないといけません。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。ワン、ツー、コミレッティ、カット、攻めきれません。ドリブル、ハーム、コミレッティ、スビルチェブツキ、ユスコビアク、カルバン、ファーサイドに上げた。これはゴールキック。スタンド狙ってんのか。
フルジノベ。フォーレル。セダ。カルバン。スローイン。ドリブルで上がる。ふわっと上げる。ジャンプ。コミレッティ。ここで大きなセンタリング、狙いすぎたようです。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。スビルチェブツキ。後半25分。コミレッティ。センタリング。さあ、どちらがボールを支配するのか。パタンヤイン。ヘッド。ユスコビアク。味方を探してますよ。フォローが遅いですね。中へ上げた。コミレッティ。後ろに戻します。ふわっと上げる。ユスコビア。ダルズリー。危ない。おっと、奪った。主審ファールを取りました。ジエリンスキ。流れを止めた。岩尾のごとく強固な壁が敵の攻撃にも微動だにしません。トゥルキウマス。ふわっと上げる。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。惜しくも敗れました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。